everyday moments are the important moments that connect us. キウナ名古屋。皆さんこんばんは。10月4日火曜日午後10時になりました。名古屋にあるダンサースタジオからキウナ名古屋お送りいたします。今日はですね、アンツバさん、王子をいつもドキドキさせないでね。滑り王子マスマンでございます。はい、早くもあっという間に10月になってしまいました、はい、残り2ヶ月となるとなんだか家の掃除をしなくちゃいけない衝動に駆られている味噌煮込みスキーと、いや最近ですね、季節がいい感じになってる関係もありまして、食べ物が美味しくてですね、この前も新米いただきまして、いやーまた太っちゃうダンサーでございますはい、こんな3人がお届けします。今週のテーマは習い事。今週のテーマは習い事です。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。 kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。またインターネットラジオ配信サイトマイチューナーラジオからも放送しています。マイチューナーラジオアプリまたはマイチューナーラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。そして今夜は名古屋は栄養コーナーがあります。キウ名古屋のちょっと最新のお知らせをしたいと思います。この番組は高級木材のご用命は名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、自動車整備士を絶賛募集中名古屋トリプルエイト、陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海共和、アートワークウェブサイト FMJG、 ウェブサイト制作システム開発は名古屋電脳職人村、キャンパスレコードで絶賛発売中福田康幸フリージアの花、芋掘りイベントは八重瀬町クッシャン芋生産組合、お小遣いで来て買えるお菓子がいっぱい那覇市永田、おやつと軽食の店夢屋、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。キウナ名古屋。はい、メールご紹介します。はい、お願いします。選手の観光できております。はい、ダンサーさん、みそさん、摩擦抵抗ゼロ、エクセレント滑り王子、こんばんは、シプリームです。ありがとうございます。テーマ観光、嫁にそそのかされ東京に引っ越す数年前まで京都のど真ん中に住んでいましたが、マンションの目の前は京の台所錦市場、徒歩15分圏内には鴨川や祇園、清水寺、高台寺などコロナ前なら世界中から観光客が来ていた場所ばかりです。ちなみにほぼ行かなくて大阪南に行ったり USJ に行ったりしてましたね。ちなみに来月は沖縄に行きますが、観光せずにラジオ局巡りと星取りだけですということですね。星取りと、まあ、あの写真撮られるところですね。ああ、びっくりした。星取りで何かなと思ったら星を撮影するのね。そう、撮影ってことですね。うん、あ、そうなんですか。京都のいいところにいらっしゃったけども、大阪の方によく遊びに行ってたってことですね。うん、面白いところいっぱいありますもんね。ね、はい、ありがとうございま す,、はい、います。じゃあ、先週の観光のテーマで読みますね。はい、銭形警部さんからです。はい、ありがとうございます。観光といえば私の出身地である首里の観光名所は首里城ですね。地元でありながら首里城の中を入ったことがなく、
いつかは行こうと思っていたら、3年前にまさか首里城が消失したときは、さすがにショックを受けました。建物が復元するにはまだ時間がかかりますが、復元できたときには関東地方の友達が来たときに首里城を観光案内したいですね、ということです。はい、うん、意外と近いと、うんうん、いつでも行けると思って、そうですね、行かないものですよね。うん、なんか、やっぱり、そうですね、うん。近場にあると一度も行けるっていう感覚がありますもんね。そうそうそう。だから、首里城もいつか行けるだろうぐらいな感じで思ってたんでしょうね。うんうん、そうだね。ね。やっぱりみんなそうじゃないかな。ね、近場にね、いいところあってもね、いつでも行けるっていう感覚がありますもんね。うん、なんか名古屋もジブリができますけど、うんうん、なんかやっぱりいつでも行けると思うと、別にそんなに予約とか必死にしなくていいやって言って、うん、結局ね、そうなんです、何にもしてないんですよ。ね、名古屋市内にはレゴランドもありますけど。ああ、そう、レゴランドもいつか行ける、うん、まあ、いつか行けるだろうぐらいな感じ で、ね、結局一度も行ったことがないですね、うん、まだ。当時も行ったことないですね。ね、まあ、そんなもんですね。うん、すね、はい、はい。ありがとうございます。はい、こちらはですね、はい。習い事で、ね。あ、今週のテーマでね、はい。お願いします。はい、ハイタイ名古屋チームの皆さん、こんばんは。ホークス2位。アレックスです。ということは優勝できなかったんだよね。もう決まったんだ。多分昨日決まってるんじゃないかな。なんかもうほらドラゴンズが最下位でさ、そうですね、もうすっかりテンションが下がってるわけよ。もうずっと下がりっぱなし。そう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 。もうかなり前からね、6位をキープしてますからね。ねえ、もうなんか全然だからこの地元盛り上がらないね。うん、ね、そうなん、ここ最近そうですね。ね、はい、竜武習ってました。小学校の6年間、うん、中に道場があり、中学生になると部活もやり始めたから、遠くて時間もお金もかかるということで、やらなくなってしまいましたが、先生の舞台はたまに見に行っていました。海のチンボラなら、多分少し練習したら踊れるはず、ということでございます。うん、おー、竜武ね。うん、だからもう、やっぱり、小さい頃からやってればね、うんうん、身につくっていうかね、覚えてるんでしょうね、体が ね、うん、あ、追加しで味覚ゼロさんが名古屋から何のために FM 技能案っていう風に言って、多分その前に、あ、しまった、次の番組始まったやつさって書いてあったから、おそらくね、ギノガルフさんを見てて、そのままつけっぱなしにしてたら、あれなんだろうってなっちゃったんですね、うん、ということでしょうね。ね、はい、タレントではありませんね。名古屋からお送りしております。名古屋からお送りしております。はい、リモートです。はい、で、ヤスさん、ヤスさんですね。コンビニ社労士、ヤスさんが、はい、ようやくリアルで見られました。いつもありがとうございます。ということで。リアルに見れるってことは、こうツイキャスとかで。あ、そうそう、今日は、多分聞いてくださってますね。あ、そういうことですね。王子、ね、まだお肌のお手入れしてないので、ちょっとこう、見苦しい点があるかもしれない。何急に。じゃあ、だからね、ヤスさんがね、こうね、うん、こうお返事いただけるときはね、ちょっときれいにね、小きれいにしなきゃいけないのかなと思いますんで。ああ、そっかそっか。はい。ね、そんなにツイキャスしっかり見れるかな？いや、結構ね。見れるのかな？なんか見てるじゃん、つむつむやってるでしょ、うん、とかさ。いや、そうね、結構ね。結構見られてますよ。見られてるね。あと、しんいちさんが、首里城の復元過程は今しか見られないので、現在の姿もある意味貴重ですよって。うん、そうですね。なかなかそういう、うん、まあ、建築中継ですかね。うん、その、うん、最中ではなかなか見ることできないので、うん、見学されると面白いのかなと思いますけど、中入れないかな。ね。うん。はい。あ、中入れないっていうことないよ。一応、なんか、まあ、途中経過っていうか、うん、ああ、そのまあね、はい、見れる、まあ、ああ、そうですか、うん、見れますね。はい。はい。じゃあメールいいですか？どうぞ。はい。あ、ごめんなさい。どこ行っちゃったかな？あ、ごめんなさい。旧名古屋の皆さん、こんばんにゃ。こんばんにゃ。読谷村のフルムーンイカリです。ありがとうございます。僕の習い事経歴、高校1年生の頃、空手道場に通い、社会人になりたての頃、楽器、アルトサックスを吹けるようになりたくて、ヤマハ音楽教室に通い、転職を決意した頃、習字教室に通いました。どれも
あ、みな短期間でしたが、今思うと僕は環境が変わる、変わろうとするタイミングで習い事をしていることに気がつきました。お三方さんや他のリスナーの皆さんはどうなのか気になりますね、ということです。うん。でもどうでしょうね、習い事で小さい時はよくこう手段ですか、そろばんがね、とあと習字とかは定番でね、定番でね、であと、ね、水泳をやってる子もいましたね。王子やってないんですけど、王子はやらなかった、王子やらなかったですね、うん、今だとあれかな、クモン多くないですか、クモン多いです ね, ね、うん、ね、うん、クモンやってらっしゃるね、お子さんいらっしゃいますもんね、うん、たくさん ねなんか、ピアノとかそういう楽器ってやったことあります？ピアノありましたね。あったんですけど、うん、習ってはなかったですね。王子はそういうのは習わなかったんだね。まあ、独学でタンバリンはやりました、ね。それは、その滑りタンバリン、そうか、うん。ピアノとかやってないから、独学でああいうことになっちゃったんだね。それは独学好きですよ。我流で。我流でもバリバリ我流ですよ。ねえ、おかげで音感が。え、音感いいでしょ、いやいや、コメントは差し控えさせていただきます。あらござんね。はい、ありがとうございます。はい、お願いします。はい、続いてですね、はい、銭形警部からです。はい、ありがとうございます。テーマ、習い事。はい。小学校4年生の3学期頃まで、珠算塾に通い、2級まで習得してから辞めましたね。当時は習字学校などもありましたが、下手くそすぎたためすぐに辞めてしまいました。あら、あら、ね、低学年の頃から珠算塾に行ってそろばんを習い事としていたため、暗算だとある程度の計算は電卓を使わず計算できるようにして実生活上役に立っています、ということでございます。でもそうですね、ある程度のとこまでやれば、こう、うん、いろんなとこ、何の？お買い物しててもね、うん、ちょっと計算できますもんね、暗算できるから。ああ、そうですね、うん。でも今どうかな、スマホもみんな持ってるから、うん、それで、ね、ピピピって計算しちゃうことも多いですもんね。ああ、うん、でもやっぱり暗算はできたに越したことはないじゃないですか。そうですね、できるに越したことはないかなって。ある程度、最低限ぐらいで、ね、できるといいですよね。ね。うん、ありがとうございます。ね、ありがとうございます。ペーターさんが、名古屋発宜野湾経由全国各地域旧名古屋号22時発車ですって。あ、なんかいい感じですね、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。車掌は誰かなっていう、うん、多分ね、これを動かしたら運転手さんはダンサーズだよね。でもよく考えたら旧名古屋のロゴって飛行機のマークですよね。あ、そうですね、飛行機ですね。そうだ、飛行機なんだね、設定。そうだ、そうだ、おだまり。ヤスさんが、王子は卵肌をぜひキープしてくださいませって。ありがとうございます。じゃあぬかでもつけてちょっとキレキレする。ぬかって何、ぬかって、まあ、よくね、なんかそういうのありませんでした。なんていうの、こうお肌、ああ、あるある、米ぬかのやつね。そうそうそう、なんか、うん、そしたらツルツルになるかな、うん、みたいな ね。うん、まあ、ありましたね、そういうの。ね、あるよね。カープボーイさんが、満身創痍の皆さん、こんばんは。こんばんは。どういうことだろう。今日のテーマ、習い事。僕は、今はやっぱり三振ですかねって。野村流古典音楽保存会に入って、うん、そろそろ3年ぐらいだけど、今、新人賞の曲を練習してるよ、ということで。うん。うん、カープボーイさんは三振をやられてるんですね。うん、いいですね。ねえ。でもある程度ね、そういう、うん、楽器やられる方って、なんていうのかな、うん、脳の活性化にもなるみたいです。脳の活性化、おー、うん、そっか。もうなんかさ、脳の活性化とか考えるあたりがもう年齢を感じるよね。だよね。なんかこう、ボケない工夫とか、そういう発想になるでしょ、最近。そうそうそう、そう。嫌だな、ね、なんか何よ。それでリハビリリハビリとか嫌だね。なんかそういう発想になっちゃうね。そうだよね。あ、高保さんがね、生涯で習い事は経験したことがありませんって。学習塾ぐらいですって。うん。あ、そうなんだ。そういう。あ、うん。そっか、習い事を全然やらないっていう方もやっぱりいらっしゃるんですね。そうだよね。あ、小勝からもちさん。あれ？明日は小勝からもち、二十歳の誕生日だって。え、おおめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。ねえ。二十歳ですよ。二十歳？二十歳ってなんで言ってる？そう、でも、小勝からもちさんは、うん、本当にこの番組の最初から聞いてくださってるんで、その頃は高校生だったんですよ。だよね。そうだよね。あ、高校生？そうよね。うん。
大きくなったね。って言っても見えないんだけど。急にさ、近所のおじさん風な感じで、ね、ダンサーズ。頑張ってるね。やだなぁ。その口調がおじさんだよね。ねえ、もうおじさんだね。はい、ということで、CM のコーナー、CM の後はコーナーです。CM のコーナーってなんだ？キユナ名古屋。建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花梨など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市厚田区にあるトリプル8ではフォークリフトの整備塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071、 052-653-0071 までお電話を。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。私ども東海共和の国内物流部は、名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海共和まで。 FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクターAnd Object の実験的ミュージアム。ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。名古屋にある電脳職人村はインターネット一筋22年。サイト制作、システム開発などニーズに合わせて提供します。最高の品質、最高のノウハウ、最高の感動をお客様に。お問い合わせは電話 052-232-8333、 または電脳職人村で検索。ただ一つ叶うなら、お母さんに会いたい。その思いが僕の心を動かし歌にしました。福田康之、フリージアの花、キャンパスレコードにて絶賛発売中。ねえねえ、学校のイベントは決まったの？まだなら八重瀬町の畑で芋掘り体験はどう？一人500円で約2キロの芋を持って帰るって。予約は 098-998-4010。 ぐしちゃ芋生産組合、あさとに電話したらいいさ。おやつと軽食の店、夢屋。那覇市長田にあるおやつと軽食の店夢屋は、あなたの町のお菓子屋さん。お小遣いで買えるお菓子でいっぱい。沖縄大学から徒歩2分。詳しい場所は地図アプリで検索。キユナ名古屋。はい、はい、名古屋営業のコーナーですけども、今日はですね、はい、告知がありまして、うん、お待たせいたしました。おお、ようやくですね、はい、キユナ名古屋と、これもう本当、僕は嫌なんですけど、うん、滑り王子マスクマンの、うん、ステッカーのデザインが決定しました。あら、素晴らしい。で、キユナ名古屋のステッカーは今、ここにあるロゴがあるんですけど、これがモチーフになってます。うん、で、今回、このキユナ名古屋のロゴと、滑り王子マスクマンの、ステッカーデザインを提供していただいたのが、はい、そこにあります、はい。スポンサーさんである、FMJG さんです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、ね、
お話の中でね、あの、ステッカー、王子のステッカー作ってくださいと言ってましたけど。そう、なんかコラボをさ、要求してたよね。というふうになってたんですけども、うん、いや、まさか実現してしまうなんてね。初めてですね。うん、初めてのことで。もうとってもね、感謝歓迎でございます、本当に。FMJG さん、何も出ないですよ。本当にこの男に提供しても何も出ないのだけども、ということなんですが、ねね、でですね、はい、まず、うんうん、本邦初公開。はい。はい。旧名古屋のステッカーデザイン。お、はい、デザインここで。ステッカーそのものじゃないですか、うん、デザインが、うん、これですというのを出してください。はい、デザイン。めちゃめちゃかっこいいんですよね。ツイキャスでご覧の方は、YouTube、ツイキャス YouTube ご覧の方は、見れますか？この大きさではないんですけど、大きさはね、もっと小さくなりますけど、なりますけども、こんな感じの風で。デザインはその、ね、はい。バックグラウンドが黄色にな、金色ですね。まあ、金色に近い金色で、うん、で、ロゴとか、あとこの、文字などが黒になったというものですね。うん、これがかっこいいなぁ。これかっこいいです、本当にな、ね、がこれが一つと、はい、そしてもう一つ。これが、もう一つがあの、滑り王子、マスクマンのステッカー。うん。あら。出します？え？あれ、で、ないの？そこに。そこにない？え、もう出しても。出してもよろしいですか？うん、もう、嫌なんだけど出しましょう。出しますか？いやー、ね、でもね、すごいよ。これはすごい。本当はね、内緒にしようかなと思ったんですけども、うん、皆さんちょっと見たいのかなと思いまして、ちょっと出しまーす。これですよ。すごいでしょ？すごいですよ、これ。かっこいい。めちゃめちゃかっこいいですよ、うん、これ。あ、で、ギネスさん、大きさ、大体、大きさはですね、大体10×10センチぐらい。10センチ四方ぐらいかなと思います、うん。はい。これはすごいですよ。という感じのデザインが出来上がりまして、うんうん、で、今、ステッカーは制作中。はい、デザインはもうこれで。デザインはこれで決定。これで決定っていうことですね。いや、すごい。本当に細かい部分がね、凝ってますよ。うん。ねえ。という感じのものができました。うん、それでですね、今月はですね、はい、FM ギノワ7周年。はい。それと、そしてですね、旧、うん、名古屋も3周年なんですね。はい。誕生日同じなんですね。うん。実を言いますと。うん、そうですね。で、今回、今日からですね、1ヶ月間、うん、この10月だけですね、このステッカープレゼント企画をさせていただきます。あら、すごい。おすごい、すごい。いやーね、うん、もう、FM ギノワもう7周年ということで、うんうん、そして私たちの番組も3周年ということで。はい、なんですね。うん、はい。で、今日からですので、で、今日は、旧名古屋の先ほどのステッカーですね。はい、このデザインのステッカー。うん、これを1名様にプレゼントいたします。あら、あら、はい。で、メールで。まだ実は制作中なんですよね。まだ制作中なので、発送がですね、うん、今月末を予定します。はい、で、今日、今週、来週、再来週、そして最後の週、うんうん、毎週1名様にプレゼントさせていただきますので、で、でですね、このステッカー欲しいという方はですね、はい、です。本日中に。お今日、はい、今日、はい、ね。本日中に。もう本当リアルで聞いてる方が応募できる、うんはい、ということで。そうだね、23時59分までに、はいメールですね、うん。いつものメールアドレス。kyyu@kyyu.nagoya、うん。ここへお送りください。で、ステッカー欲しい、うん、というふうに、懸命に書いて、うん、で、住所、氏名、電話番号。そうですね。ちょっとラジオネームだけだと送れないので。うんうん、はい。住所、氏名。郵便が届くね。一応電話番号もご記入ください。はい。あ、はい。はい。それで、抽選させていただきます。はい。はい。はい、で、抽選結果は、来週お話しさせていただこうかなと思います。そうですね。来週発表しましょうかね。ね、はい、はい。ということで、以上、はい、告知でございました。はい。名古屋。
メールご紹介します。はい、はい、お願いします。岐阜の8人のバーバさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。前から皆さんのお名前が気になってましたが、お三方のお名前をつけた理由を教えてください。ということなんですけど、はい、あのね、今から喋るとすごく長くなりますね。長くなりますね。そう、あの、必ず、あの、お教えしますので、ね、ちょっとしばらくお待ちください。ね、はい、テーマのね、習い事。はい。習い事といえば、10年前から、子供の頃から習い始めた、ピアノを習っています。うん。10年経っても一向に上手くならないから、やめようかと思うのですが、指先を動かすのは、ボケ防止になるらしいから、下手でも続けていこうと思っています。ほら、ちゃんとね、うん、脳の活性化になりますから。ボケ防止。たどたどしくても一つの曲を弾けるようになると嬉しいですね。あとはですね、うん、お三方、何か楽器が弾けたりしますかということでございますが、王子は、あの、滑りタンバリン奏者でございます。そう、でもこの三人全然楽器っていうかね、うん、弾けないね。そうだね。ね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。フルムンシンチさんからです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。テーマ、観光。昨日まで、一泊二日でヤンバルワーケーション観光を満喫してきました。東海岸をグリーンシャワードライブ後、西海岸に移って、国頭村ヘントナで宿泊。宿は古いホテルをリノベーションした、その名もヤンバルホステル。非常におしゃれでリーズナブル。超おすすめですよ。その他にも、最近オープンした道の駅、ヤンバルパイナップルの丘も、ワーケーション対応で目から鱗。県内ですが、再発見の旅でした。ということで。え？ワーケーション？ワーケーション対応。え、ワーケーションって何？え、それをまたこっから、ここで説明しなきゃいけないの。ああ、ちょっとそれがもしわからなかったの。今でもワーケーションってよく使うじゃない。そう？うん。あの、ボキャブラリーが少なくて。ちゃんとじゃあ、あの、番組終わってからね、はい、しっかりね、あの、調べて。そうだね、はい。うん。はい。ということで、はい、もうお時間になってしまいましたよ。エンディングですね。はい。はい。エンディング。来週のテーマは安全、安全。来週のテーマは安全です。この番組はお小遣いで買えるお菓子がいっぱい、那覇市長田、おやつと軽食の店夢屋、芋掘りイベントは八重瀬町うっちゃん芋生産組合、キャンパスレコードで絶賛発売中、福田康幸、フリージャーの花、ウェブサイト制作、システム開発は名古屋電脳職人村、アートワーク部サイト FMJG、 陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海共和、自動車整備士を絶賛募集中名古屋トリプルエイト、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、高級木材のご用名は名古屋中川名木、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたしました。はい、本日もお聞きくださいましてありがとうございました。ありがとうございます。おまけのコーナーを、うん、キリ名古屋アカウントでやりますので、ね、よろしくお願いします。はい、でも聞いてね。あとステッカーお待ち、うん、あの応募お待ちしております。そうですね、みんなどしどしメールください、はい、それでは閉店ガラガラー。